はい、短期決戦です。9月7日8時38分です。第、1413回ロト6の予想の準備をしていきたいと思います。準備じゃない。1413回ロト6の予想をしていきたいと思います。過去10回、ロト6過去10回とロト7過去2回とミニロト過去2回。ロト6過去10回から1が何個あるか2が何個あるか。で、今後6回、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で、1が何個あるか2が何個あるか。重複をチェックします。で、ボーナス数字もチェックします。で、過去10回で2が4回出てるとか、これ重複がわかるよね。出てきます。そうすると、この表に入ってきて、10回中4回が2、24、25。10回中3回が17、19、20、30、4。10回中3回1回ボーナス数字が3、5、8。10回中2回が10、27、28、29、39、41。10回中2回に1回ボーナス数字が13、22、23、32、42、43。で、今後6回。6回中3回が7、10、24、25、27。6回中3回2回ボーナス数字が30。6回中2回が2、3、5、15。6回中2回1回ボーナス数字が32。6回中2回2回ボーナス数字が31。過去10回抽出数字。過去10回で出ている数字を全部書き出します。今後6回で出ている数字を全部書き出します。それを合体させると全部出てきた数字が出てきます。で、前回の数字からの連想展開。前回の数字を赤で示して、その両サイドを、オレンジ色で塗ります。で、水色の部分が前回出なかった、使わなかったところって。水色の部分が出る可能性がある。こういう時は爆撃じゃないよ。前回の、前回、全抽出数字に色を塗って、2回以上出てる数字に色を塗って、見やすいようにしました。で、出てない数字が12、16、18、21、40。挟まれた数字。両サイドを、2回以上出てる数字、挟まれた数字。1回だけ出てるんだけど、次出そうな数字ってことで。1、4、6、9、11、14、26、33。で、被っている数字。過去10回と、今後6回でさらに被っている数字があります。それが、2、3、5、10、27、32。で、参考回は良くて、それが重要数字になります。で、準重要数字が、ボーナス数字。で、参考回を全部見て目指す数字が、参考回をこう、2個以上出てる数字を全部書き出すとこうなります。で、連想展開があって、並べるとこうなりますと。それを使って、数字を作っていきますと。2と5、1、2、5。とりあえず1、2、5だね。1、2、5。2、2、4、5、6、10。2、3、4。こんな感じ。オッケー。ヨハネさん儲かってんの？ヨハネさん儲かってんの？で、後ろを決めましょうか。40、41、42、43、40、39、38、33、36、37、35、30、23、23?23 使おうか。23、34、42。50、60、30、40、20。ああ、これ全部10になっちゃうな。1、5、2、8、2、9、2、11、11、13。ああ、そう。5、18、
14。23、24、24、25、28。22、23、30、24、25、31、32。11、13、24、12、18、21、10、19、20、21、11、23、32、33。38、こんな感じかな。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。